一人で こんばんは。明日は TIF でございますよ。こうしてありがとう。本当にありがとうございます。行くよ。あ、暑いだろうから気をつけてね。でもホットステージは室内か。まあでも暑いよね。かわいい、ありがとう。こうしてもありがとう。え、外だよ。え、待って、ホットステージって外だったっけ？外に戻ったんよ。え、待って、ホットステージ外なの？ 私なんか室内のイメージがめっちゃあったんだけど。そうなんだ。本当ありがとう。え、待って、どこ？どこかわかんない。どこだ？ほんとホットだね。絶対暑いじゃん。しかもさ、STU、1時？ 13 時？ 13 時台だったはず。だったからめっちゃ暑いんじゃない？え、わかんない、ステージ。今までなんかホットステージってさ、室内のイメージが強すぎてさ、ちょっとどこかわかんないや。去年外だった？え、待って、何のステージだ？ 何のステージだ？え、わからんくなってきた。なんかさ、何個かステージに立たせてもらった時もあって、いっぱいステージがあるんよね。去年土砂降りに、え？土砂降りだったっけ？サマステがめっちゃ雨だったのは覚えてるんだけどね。ティフも雨だったっけ？おっきいモニターがあるとこ、なんかそのモニターがあるって言われたらなんとなく思い浮かんできますね。でもあれは違うよね。あのさ、入り口出てすぐみたいなとこ。 全然ごめん、分かりづらいよね。フジテレビさんの入り口の横らへんのとこのステージ、すぐ横のステージ、あれは何ステージなんだろう。あそこは違う、あれではない。あ、スマイルガーデン、あ、そうだそうだ、そこも立ったことがあるんですよ。スマイルガーデンも何回か立ったことがある気がする。スマイルガーデンじゃない。どこだろう。ちょっと明日行ったら思い出すかも。ここか。かき氷食べたとこ？わ、去年 PR 舞台のかき氷食べた。記憶力の限界に挑戦。ちょっと待って待って待って、思い出しなさい。ちょっと待って、思い出せない。もうなんか困った。スマイルガーデンって言われたらピンときたよ。もうあのどういう風に行くかも覚えてる。うわー、おきちゃんと3期生ライブ見たあたり。いや、あれは違うね。あれはね、結構なんかステージが作られてたんですけど、なんかあれはちょっと遠めだった気がするな。
たはお台場で。ステージが逆だったけど肉フェスのところ、あ、そうなの？全然ごめん、想像つかないわかんない、言われてもピンとこないかも。ルーツありがとうございます。デリー結婚してもありがとう。ちょっと遠いのかな。明日はちょっと配信が夜多分できないと思うので、まあ言うてでも朝もやるとしても5時台だと思うので、あの起きれなかったらやらないです。配信朝やりたいですけど、うん、朝5時とかだと思うので、切れなかったら遅刻しないか、ギリギリまで寝ちゃうかもね。まああの体調と相談して決めます予約とかはちょっと入れないんですけど、できたらやるの、はい、感じでいきます。ありがとうございます。ありがとう。ゼリーも。ベビスカスもありがとう。そう、今日はね、アイドルズの放送第2話があるので。ちょっとね、第1話私も見たんですけどね、おーってなりましたね。ちょっとこれは撮影したのに、おーおーおー怖っってなりました。アイドルズ怖いね。でもなんかアイドルズってさ、ああいう感じ多いよ多分。なんか第、あ、なんだっけ、第1みたいな、あの私たちはアイドルズ3だったかなぐらいからあの関わらせてもらったんですけど、ほんと一番最初の初期のやつ見てもめっちゃ怖いんで、アイドルズってちょっとそういうなんか人間怖い的なやつなのかななんかね、ちょっとね、そうなの、あの YouTube に公開されてるんですけど、なんかの怖い感じが描かれてる。舞台のはいい話だったねえ。舞台もでも最初もちょっとギクシャクしてたんじゃないあれもちょっとね、何かしらちょっとギクシャク系がある。ありがとうございます。演じててどうなのか。でもなんか舞台の時はさ、まあなんかアイドルをなお、なんかなんて言うんですか、もう一回自分の中で考えるきっかけになりました。なんかなんだろう、
すごいね、なんかなんて言ったらいいんかな、いやむずいな、こ言語にするのがちょっとむずいんですけど、言語化するのが、ありがとうマイク。でもなんかこれを現役アイドルが演じることでなんか考えさせられるものがあるっていうか、なんかね、女優業に興味がありますか。いや、いやとか言ったらあれですけど、自分で可能性の幅は狭めたくないのであれですけど、でもなんかやりたいことありますかって言われて演技ですって胸を張って言う感じではあんまないんですよね。はい、そうなんですよ。ありがとう。かわいい、ありがとう。胸張って言えるやつは今の感じがあのいいですかね。はい、アイドルとしていろんなお仕事ができたらいいですかね。考えが変わるかも。まあそうですね。うん。考え、やってみたら考えがいろいろ変わるかもしれませんけど、今まで変わったこと、いろんなお仕事をしたけど、でもやっぱりステージで歌って踊るのが一番好きかなみたいなに戻っちゃうから、どうなんだろうね、今後変わるかもしんないけど、いやわかんないよねそんなの。でもなんかめっちゃ難しい、いつもなんか将来どういう道を目指していきますかみたいな質問が一番困る。そんなのない。そんなのありませんです。ありがとうございます。パパもありがとう。見てみないとね。そうですね、経験は大事です、本当に。いやでもそう、結局いいなって思うけど、でも経験できてよかったって思うことは本当にいっぱいあるので、本当に本当になんかその経験がなんか今の自分を作ってるので、まあそうですね、よかったなって思うことはいっぱいあります。そうなんですよ、ありがとうハート。
ございます。なんかね、写真集をね、ショールームで配信して、なんかなんかショールーム限定みたいなのないんですかみたいなちょっと言われるんですけどね。そうそう、すごい、そのそういう結構メンバーがやってるからね、そういうのないんですかちょっと言われるんですけどね。もしあったら今後あります。もしかしたら今後あるかもないかもで、ちょっとまだパクチーついてくる、ちょっと懐かしい、パクチーここで販売してから、パクチーはついてこないんですけど、もしやるんだったらまあやりますし、やらないんだったらやらないです。なんか昔ここでパクチー販売したんですよ。そうなんですよ、なんか岡パク、岡山のパクチーが有名なんですよ。で岡パクって言うんですけど、でこのショールームでパクチー買えるよみたいな。で私パクチー本当になんかパクチーの魅力を言って、そのなんかリネタンとロケに行ったんですけど、岡パクので、リネタンと私でパクチーを売るみたいな。岡山パクチー売りましたよ。しかもさ、パクチーさ頼んだらさ、結構多分大量に来るんですよ、みんなの元に。なんかセットで売ってたのかな。でそう、パクチーってさ、そんなめっちゃ大量にさ食すもんではないじゃないですか。なんかこうちょっとずつじゃないですか。もう多分みんなの元にもう岡パクが大量に届いて、ね、私パクチーそれで初めて食べたんですよ。岡パク初めて食べた。ありがとう。でもね、しかもパクチーってさ、結構なんか、まあ、チョコミントと一緒ですよ。なんかこう結構得意不得意がこうすごいはっきり分かれる食材といいますかね。なんか結構そう癖が強いから、ちょっと苦手かなみたいな人は結構いると思うんですけど、香りとかが結構ね癖強で、多分好きな人はめっちゃ好きみたいな。愛媛のみかんでここで販売。マイケル大丈夫だった？なんかね、私そうパクチーをそれまでそんないっぱい食べたことなかったんですよ。でそこでなんかロケでいろんなパクチーの食べ方を教わって、なんかパクチーの葉っぱの部分じゃなくて根っこの部分の天ぷらだったっけ、唐揚げだったっけ、なんか揚げて、あ、素揚げか、素揚げしたやつとか、あとはカップラーメンのカレー味のやつにパクチー入れるとか、なんかそういういろんな食べ方をなんか伝授してもらったんですよ。で食べてみたんですけど、なんか岡パクは結構こう他のパクチーよりも癖がなくて美味しいみたいな聞いてて、そうね、初パクだったのでちょっと他のパクチーと比べることはできないんですけど、でもね根っこの部分は結構ね甘くてね美味しかったんよ。葉っぱは結構癖強いですね。
何年前かな、あれ結構前だよ、3年、いやコロナ期間だったもん私覚えてる。なんか透明のこういうさ、ここにつけるさ透明のやつあったじゃんか、あれしてた記憶あるから3年前ぐらい、4年前ぐらい、そうフェイスっていうか、なんか口だけのやつ、マウスシールドっていう、え、なんか分からんけど、なんかこのやつ、あれしてロケ行ったんですよ、リネタンと初絡みリネタンとそれまであんまり一緒に仕事したことがなくて、岡山パクチーで一緒になんかパクチー掘り起こして収穫みたいな、よいしょって感じでやって、ありがとうございます。楽しかったよ、リネタンがめちゃめちゃ面白い。そんな時もありました、はい、話はそれましたが、パクチーは販売しませんあの販売しませんからよろしくお願いします。だったりホヤの缶詰だったり、いやそうよね、なんかさ結構クセ強販売してるよね。ありがとう。なんかホヤもさあんま食べなくない？私初めて知ったのホヤの存在、まずホヤって何ってとこから入って、そしたらなんか結構仙台の方ではホヤって有名ですよみたいな話になって、いやなんかこっちのなんか愛媛とか、まあ広島とかではホヤってなんか見たことも聞いたこともなくって、もうホヤクセ強ですクセ強ってなんかいい意味でクセ強です。でもさそのさ初のホヤもさ、なんかホヤのアイスみたいな、ホヤシャーベットみたいな、なんかわかんないんだけど、あなんかカルピスホヤシャーベットみたいなで食べたの、まあ、それもクセ強じゃん、まずその調理法もクセ強でそんなことあるみたいな、本当に癖強うん、なんか私の中のそのホヤ聞いたのはなんか結構なんだっけな、スノーモーのとこだったかな、なんかそういう感じで食べるみたいなのを聞いたけど、なんかじゃなくって、なんかホヤはカルピスシャーベットにも合いますみたいな感じでそう食べた記憶があって、そうおきちゃんと、それがねでもねなんかいけたんよね、これが合うんかなと思ったんですけどちょっといけたんですよ、結構びっくりしました。なんか小学生の子だったかな、の子たちとそう一緒になんか受けて授業みたいな、そうそう、ホヤ売るの、ホヤの缶詰売った、そうみんながすごいもうなんか一ケースとか買って帰ったり人がいてどうやってホヤ食べるんだろうって、そうお決まりラベルでなんかホヤの缶詰作って、そうでもホヤもそんなに大量に多分一気に大量に食すもんでは多分ないと思うから、
そうでもね、みんなが買いに来てくれて嬉しかったですね。ホヤの塩辛？え、待って、ドリアン少年か。やっぱ珍味ですよね。ね。PR 舞台で、いや違う、お決まりでなの。仙台のね、なんか旅館みたいなところに泊まったのよ。なんかちょっとプチ旅行みたいだったわ。なんかなんていうんですか、ホテルってよりか旅館って感じのところで、で本当に夜ご飯とかも結構豪華な御膳みたいなのが出てきて、もうなんか火が燃えてる系のあのこうなんですか、鍋みたいな、ちっちゃい鍋とかがあって、こうろうそくみたいなんでこう燃えてる系の豪華な御膳みたいな、温泉もついてるみたいな。着火剤、それ牛タンも食べた。いいね、仙台いいですね。また行きたい。ずんだね、枝豆。私東北の方はあんまり、その仙台くらいで他は行ったことないので、行ってみたいですね。行きたい。仙台いつ行ったか、いや結構前だよ。だし何回か行ったんですけどね。なんかなんだっけ、そうライブでも行った。なんか STU はさ、なんかのなんだっけな、桃鉄ツアーかな、なんかでさ、チャートリが秋田に行ってたんだけどさ、秋田とかね、なかなか行く機会がないからね、その時わ秋田県だって思って、そしたらちょっとメンバーには入ってなかったから、あーって思ったんですけど、うん、ね、ちょっと行ってみたいですね。そう、北海道そのまま秋田。九州も来て。九州だったらさ、福岡長崎かな、 STU として行ったのは、うん、福岡長崎。佐賀とかはないね。なんか大分はね、結構旅行で行ってたんですけど、昔小学生の時とか。鹿児島もないかも、下の方だよね。鹿児島、宮崎ないな。静岡も来てください、静岡もお願いします。静岡、待って、静岡はあのお魚みたいな形の県ですね。お茶、爽やかのハンバーグ。え、待って、爽やかって静岡なの？え、金魚みたいな形の、と、そうだよね。
富士山ね。あれ富士山ってなんか山梨と静岡って感じですっけ。爽やかわかるよ、あのハンバーグを2個に切ってベーってやるやつでしょあのなんかいっぱい動画で見たことがある、なんか有名だよね。爽やか行ったことないな。あ、そうなの？めっちゃ混んでるんだって。めっちゃ混みます。美味しいんだ。え、新幹線で静岡通ってる。え、静岡、うわあ、私なんか駅は降りたことあんのかな。いやーちょっと待って、わからんわなんかスパークイン山中湖の時に降りた気がするんだけど、その駅は静岡だったのかな。三島って静岡じゃない？三島だったかも。なんかさ、あのコンビニに行ったので、コンビニでレシートをもらうんですけど、私結構全部レシートは持って帰るんですけど、そのレシートに〇〇県って書いてて、うわーこれって行ったことない県やーって思った記憶があったんですけど、あれ静岡だったかな、静岡県。住所書いてるよね。あのレシートは全部持って帰って、でなんかそれは全部お母さんに渡すんですよ、親に。でお母さんに渡して、そしたらなんかうちのお母さんは私のレシートを見るのが大好きなんですよ。で「わお!」って、あの「赤坂!」とか「わお!五反田!」みたいな感じでなんか読み上げるんですよ全部。わーって「舞ちゃんいろんなとこに行ってるね」みたいな感じで、で毎回なんかその、 あのレシートを全部持ち帰って、でなんかコンビニとかにさ毎回行くからさ、ホテルとかで、そしたらさそのレシートを見て。うちのお母さんはすごい楽しそうなんですよなんかそのそれがちょっと恒例なんですよね。え、レシートがたまって、それをお母さんに全部渡すんですよ。私の中村家恒例行事。そのレシートでどこに行ったのか全部わかる。ありがとうございます。マレーシアのレシート、マレーシアのレシートとかさ、なんか日本で処理できるもんなの？なんかできるのかな、どうなんだろう。うん、経費として、いや経費、まあ言えばそういう感じ。韓国どうした？いや韓国はね、持ち帰ったけどね、でもあんまり買い物せんかった、そもそも。
さ韓国でさ本当にそのついこの間行った愛媛の松山から韓国のあれ1泊2日で24時間旅だったんですよ。で本当に時間がなくってもうなんか全然買い物する時間がほぼなかったんですけど、なんかこうロケで行った場所場所でもうなんかこう、まあ、その目的地までこうちょっと歩いてって、その歩いてる中でお店とか見つけてキャーかわいいキャーかわいいとかって、あのいや本当にもうめっちゃ急いでたけど、あの最終日にもうこのカエルこのチャミスルを持ったカエルを買って帰りました。もう全然時間がない中これだけせめてこれだけと思ってあのチャミガエルよくない、チャミスルガエルチャミスルついてるのこれ、これチャミスルだよね、わかんない、チャミスルもどきかな、わかんないけどさ、これ全然時間がなくてロケの合間で買った値段は8000ウォンぐらいしたかな、800円900円ぐらいまああのめっちゃ安いわけではないですね。ハートかわいい、ありがとうございます。みんなのお土産、いやあのね、なんかこうなんていうんですか、ポーチとかバッグとかそういうのになんかこうワッペンじゃないね、あれなんていうんかいね、なんか飾り自分でつけて作るやつがあるんですけど、それ選んで作ったんですけど、あれどうやってそうお土産になるのかな、まだ詳細出てない気がするんだけど、プレゼント。おみくじ見せて、韓国語で何書いてあるか全然わからん。ハングル。おやすみって。今何分？57。ね、あのさ、タワーのお礼をしたいんですけど、ちょっと明日は多分できないので、明後日かし明後日かそんぐらいにします。もう結構もうごめんなさいってぐらいいっぱいあるのでちょっと時間がかかるかもしれないんですけど、書いてるので、あのやる前日に言いますね。おやすみ、おやすみ。ちょっと待って。壇上呼ばないと。ゆうくまさん、けいせきさん、考えなしさん、はやりんごさん、きなぺこさん、くまねパパさん、うめちゃんさん、ふくちゃんまるさん、まささん、ティンさん、もとまちさん、ミッキーさん。1位は、ドルルルン、トゥキャノサワさんでした。ありがとうございました。乾杯。土曜日の夜に乾杯。じゃーん、おやすみ、また明日。明日は日曜日です。明日は TIF です。また明日。見てくれてありがとう。おや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 。
お野球。オッケー。また明日。